후로 絶対儲かる値上げの仕組みを教えます。この3冊読んで思うんですけど、時代が進むにつれて分業って言って少ない労働力ですごいいい商品を作っていけるわけですけど、まあ、自然と分業起こるわけですけど、中でもこの本ですね、読むとそうなんですけど、長い日本ってすごいデフレじゃないですか。物がどんどん安くなっていくっていう現象があって、まあ、いくら金融緩和とかしてお金の信用自体を進めていったとしても、やっぱり企業努力だっていう感じになって、どんどん商品を安くしていかないと売れないっていう、そういうデフレ状態じゃないですか。その時にじゃあ昔の商品どうだったんだろうって、まあ、一時期調べたんですよ。カーナビだったかな、その時。白い箱型のやつですよ。あのぐらいの、いやあれよりもっと悪いスペックかな、もっとファミコンクラスかもしれないですけど、そのスペックで確か30万から50万の値段で売られてたみたいですね。30万から50万ですよ、そのスペックで。現在その同じ値段で売られたらぼったくりじゃねえかって言われるかもしれないかもしれないですけど、でもそれと比べたら今のこのカメラにしろすごいハイスペックじゃないですか。しかも値段も そこまで当時の価格で言ったら高くないっていう。でこれ読んでて思ったのが、企業が自信失ってんだっていう話ですよね。仕組みを教えます。これに載ってるのが、いやそんな値段で売れるのかなと思いつつも、あえてその10倍の値段で売ったら、ま、売れてしまったと。その価格じゃ無理ですって他のところ選んでくださいみたいな、だからそういう話を出したら、いや他の販売店がずさんだったと、むしろ対戦してくれる御社で買いますみたいな話もあったみたいで、10社のうちの1社が値段は高くてもお客さんすごい大切にしてるお店だったらそこを選ぶみたいな、だからもう10人に1人が買ってくれたら大成功みたいな話ですね。まあ、そういった意味でもこういう本もそうだし、こういう本もそうだし。